はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンファンタジー2、前回の続きからやっていきたいと思います。まあ、とりあえず砂漠越えですね。これで砂漠行けなかったらどうしよう馬車があってもダメとか。今回馬車はホフマンが持ってるわけじゃなくてトルネコが持ってた感じですからね。上の方か。このチョコボは何にもしてくんないのかな、援護攻撃的な。顔でけえなチョコボマジで顔でけえなあれ、なんか出てきた。スイート、お、マジかよ、こいつ。うわ、強い。これユフィじゃね。なんでいきなり謎の忍者。ファイラ暗い、謎の忍者。お、なんだ、魔物をやっつけた魔物なの。お、倒れてる。なんだなんだ、しかも動けるし。ちくしょう、この私が負けるなんて。やい、こうなったらもう一回勝負だやだよ。む、逃げる気。ちゃんと勝負しろ、しろったらしろ。どうしたどうした、私の強さにビビってんだろう、やっぱりそうか。まあ私の実力から言えばそれも当然だね。あんたらも頑張れよ。また気が向いたら相手してやるからね。じゃあね。本当に言っちゃうからね。本当の本当だよ。なんだこいつ。引き止めてほしいのか。なんだよ。私にまだなんか用？ははん、さてはあれかな。私があんまり強いんでぜひ助けてほしいと。この私に一緒に来てくれと。そういうこと？まあ仲間になるんだったら。でもそこまで言われちゃこの私も断れないし。よし、わかった。あんたらについてってやるよ。私ユフィ、一つよろしく。なんか仲間になったぞ。やった。でもユフィとジタンってかぶってねえかちょっと思うんだけど。でも今ちょっと水筒使ってきたってことはあれだな、おそらく投げる系が使えるんじゃないか。ちょっとここから変えられないのか。ユフィを変えたいな。ここにセーブポイントあったっけ？あ、あるあるある。まずちょっと、どうすればいいんだ？入れ替えで、ちょっとジタンのブーメランパクりたいんですよ。装備、ジタン、ブーメランを外すと。で、OK。ここでパーティー編成。ユフィ、ユフィ、いた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 。これ絶対ユフィ装備できるっしょ。系統が似てるもん。ジタンに。忍者。いいね、忍者。かっこいい。ブーメラン。ほらね。1しかわからない。ミスリルベスト。お、マジカルスカート装備できるじゃん。魔力を込めた生地で作られた服。頭は羽帽子と。OK。これでいいかな。ここの操作がいまいちわかんない。そうだ、エンドにしないといけないんだ。あれ、なんかいる。この後ろ姿江戸川っぽいな。もうおしまいだ。まさかフィガロ城があんなことになってしまうなんて。どうした、フィガロ城、砂に埋もれたか。江戸川様、いくらなんでも無茶ですよ。いや、私一人でも行くぞ。このままでは城民の命が。ほほ、君たち立派なチョコボを連れているな。それなら砂漠も。申し遅れたが、私はフィガロ王国の江戸川だ。突然ですまないが、君たちに頼みがある。我がフィガロ城はハイテク機能で地底を進むことができるのだが、しかしつい先日先行が失敗したらしく、フィガロ城は未だ砂漠の下に。そこで君たちには私と共に埋もれたフィガロ城に行ってもらいたいのだ。どうだ、礼は弾むぞ。引き受けてくれないか。おう、礼をしてくれるならいいな。よし、そうと決まればグズグズしておられんな。私の調べによれば、西の洞窟が偶然にもフィガロ城内につながっているとのことだ偶然すぎだろエドガーか。エドガーは機械ですよね。機械あんのかな。この先は広大なフィガロの砂漠。どうかお気をつけて。てか、ここからと見れないからいいや。さてさて、広大な砂漠とやらを。あんまり広大じゃなさそうだけどな。ズーが出てきたな、ズーが。そりゃ戦闘音楽変えてないな。痛い、50。マジか。敵の攻撃力がだんだん強くなってきたな。え、これでも倒せないの。
かなりの強者だ。ズーはもともと強かったからな、FF4 でも。ここか。そのまま行っちゃっていいのかな。まあいいや、突き進んでいくか。あ、馬車がない、馬車が。馬車置いてきぼりだな。ん？なんだこれは。お、宝箱をゲット。さてさて、中身は。テントだ。よし、テントは貴重だからな。でもテントがあれば、洞窟内はもうガンガン行けるし。お、ここにも宝箱。おーっと、魔導士が出てきた。魔導士何使ってくるんだろう。ガリフォーマでちょっと眠らそう。眠れー。よし、一体はダメだったけどしょうがない。祈ろう。この月に睡眠、ふざけんな。パイラ睡眠魔導士。おー、寝てる。いいねー。じゃあクリフトはこういう意味でいいかな。ルビーだし、これで起きんのかな。お、起きないか。あ、起きてるわ。お、サンダラかよ。宝箱。おー、鉄の盾だ、やった。今青銅の盾装備してるから鉄の盾にして。クリフトは、あ、クリフト、そうだ、買ってあげたんだ、鉄の盾。アーロンって盾装備できないの。装備できねえな。マジか、超攻撃キャラだな。盾は装備できない。何かしら軽い盾は装備できるかもしれないけど。これどっちだ。あの亀がいるな。亀がいるってことは、あの亀に乗っていけるんだよ。 FF6 がそうだったから。うわー、さまよう鎧が出てきた。さまよう鎧強いんだよな多分。うわー、やっぱり結構食らうな。祈る、祈る重要だな。いや結構強いな。ここで12使ったな、マジックパワーを。この上に行くとどこに通じてるんだ。宝箱だ。よしよしよし。おー、小さなメダル。今何枚ある。結構いっぱいあるよね。10枚くらいはあるんじゃないか。で、ここはなんかね、亀に乗ってくんですよ。でも下行けんのかな。インプ、やっぱりインプだ。クロマホファイラと一回ファイラを全体にかけとこう。そうするだけでもだいぶ違う。おお、いいねいいね。で、祈っとこう。オッケーオッケー。下は何かあるかな。何もない。これは多分亀が来た時にジャンピング。オッケー。あの亀って賢者だじゃなかったっけ。確かなんかのなんとかの賢者みたいな。あれ、これはどうやっていくんだ。このままこうでいいのか。いまいち道がわからん。おわ、腐った死体まで出てきた。これベホイミ効くんじゃん。ちょっとやってみよう。くらい。91、超強い。91でも倒せない。しかも混乱しやがった。腐った死体は多分ファイラも効くんだよね。おお、いい感じだ。おお、治れ混乱。祈るで回復していくか。ラリフォーか。危ねえ危ねえ。もうちょっとマジックパスターのもったいないからな。アーロンも攻撃と。で、クリフト攻撃ができるな。ラリフォー、水平。あ、間違えて殴っちゃったよ。おお、早い。しかも魔法トーンほぼ全員効いた。よし、ビビ13ブリザラ。オーケーオーケー。次サンダラかな。そうするとお、出た。
小さなメダル。うー苦しいとか言ってくるよ。苦しい。ほら単純だな。ここら辺は開けられない。酸素がないんですよね。酸素がで、こいつらがいるから行けるところも少ないと。お、こいつ元気？苦しい。元気じゃねえし。じゃあちょっとテントを使うか。元気そうだけどな、あのおじいさん。こいつがいつも動かしてくれるんですよね、城を。こっちでいいのかな。あー敵出るし。おーモルボル系だ。でもモルボルは火に弱いでしょ。で、黒魔法カイラも使っちゃおう。ダムさん、おーマジか。ガード、ウオタラ40か。そこそこ食らうな。まあ、ただビビは魔法しか使わないから、これは関係ないっしょ。マヌーサーいて、殴ってきた魔導士が。おお万能薬いいの持ってるね。モルボル臭い気使ってくるのかな。あれここは苦しい。こっちとかいける。あ宝箱がある。おおゴーレムじゃん。ゴールドマン金持ってんのかな。ファイラをいっぱいかますか。クリザルとかもやったかな。うわこれビビ狙われて仲間がいる。そうかさまよう鎧。ゴミスライム呼んできたな。そういえばそれは祈るかな。手に届かない。悲しすぎる。やばいやばいやばい。うわうざい。しかもこいつ回復が、うお、いて、43。ちょっともう一回これファイラ使おう。よーし、殲滅完了。めっちゃ金持ってたな。魔法の聖水。よしよしよし。人食い箱も出んのかよ、マジかよ。これで人食い箱倒せるか。祈る。うお強い。普通に強い。ファイラうん甘い気。眠らされんな。うおーめっちゃ眠った。ただビビが生き残ってるからな。うおほ祈る祈れ祈れ。届かない。届かなすぎだろ。よしビビ強いな。やっぱり普通に強い。ファイラーがベホイミようやく覚えた。終わりか。ここなんかある。とりあえず上に出てきたな。あそこ真ん中に出れるけど。宝箱小さなメダル。よしあの真ん中に行けばいいのかな。なんかボスっぽいけど回復できねえな。これあれドラクエに出てきた敵じゃねえか。一旦回復はしておこう。全回復に。よしでビビはマジックパワー72あるからいけるかな、このままで。よし行きましょう。何にも言わず戦う。あれこれ根っことかあるし。とりあえず白魔法で、まあ、多分炎に弱いな。これは予想できるからちょっとスカラをかけとこう。ほほ危ねえ。ナイス判断。ナイススカラナイススカラみたいな。ててこっち狙われてる。クリフトもなぁ。スカラかけないとちょっと。こいつは攻撃したいしな。 OK ちょっと確実に回復しよう。ベホイミだな。ちょっとケチってる。あれもないんで。甘い気マジかよ。これでどんだけ眠るからな。めっちゃ眠った。
捕獲ってなんだよ。あ、どんどんねパワーを吸い取られていくんだよ。ほら34、めっちゃ吸い取られるし、これはファイラでちょっと狙っとこう。97、グリフトを離せ。 OK で、ベホイミで回復させよう。おい、てててててファイラ、いや、ボスカラーだな、ビビは。ベホイミ、本当はね、スカラもかけたいんだけど、ちょっとスカラをかけてる暇がない。あー、また来た、甘い木。うおー、これは、これは危険だ。一旦、スカラを、クリフトにかけよう。起きたな。全員起きたな。ベホイミを、こいつと。あとは攻撃していけば大丈夫かな。もう毒の息、マジか。うおー、あー、でも毒は全員免れたな。そろそろ死んでほしいんだけどな。濃い意味でケチっていくか。ヘルバオムか、こいつ。ローズバトラーかと思ったけど、ローズバトラーほどではないのか。再生、超めんどくせえ。なんてやつだ。根っこをまず1体確実に破壊していこう。いや待てよ、これは祈るかな。ちょっともうそういうのさ、すげえ勘弁してほしいんだけど。 OK、 寝るなよ。おお、捕獲された。根っこから倒していくか。攻撃しよう、クリフトも。 OK、 クリフトが出た。61で、ベホイミだな。ただこれ切れないのか、全然切れないな。あ、切れてないか。切れたかと思ったけど。あとヒットポイントいくつだ、こいつ。意外にしぶとい。いって66。あ、そうか、魔法剣使う意味もない。フレーム弾だし。ファイラ。切り当たる。オッケー。まあ、ちょっと苦戦したけど、解決的なあれはいけないな。で、経験値くんないんですよ、どうせ。ひどすぎる。で、なんだ、宝箱は、癒しの杖、やった。バイオブラスト、ゴールドヘルム、すげえもん手に入れた。1000円。バイオブラストは、どうせエドガーの武器でしょ。ってことは、ゴールドヘルムだな。まあ、素早さ下がるけどしょうがないな。あとは、ビビあたりに装備させるか、グリーンベレー。うん、だいぶ防御が弱いからな。アーロンはミスビルヘルム持ってるか。さてさて、これでフィガロ城も浮上できるはずだ。これゆっくり宝箱取った方が良かったんじゃないか。え、敵は出るのか。この城には敵が出っ放しか。危険な城だな。ファイラと、そうだな、これを使おう。アーロンの、うわ、マネーさん秘伝を使いたかったけど、使おう。我流、おお、強い。これで蹴散らしてけんな。お、魔法の包囲とか手に入れた。すげえ、クリフト魔法の包囲装備してたっけ。ミスリルベストだよ。一応防御力は同じだけれども魔力が上がる。よし、こっちにしよう。あの魔導士乱獲してえな。魔法の包囲を治ったんですね。それ浮上。いや、治ったは治ったけどさ、土の中にいることには変わりないから苦しいはずなのに。ミカミックスたちの活躍によってフィガロ城の機関室に作っていた魔物は退治された。フィガロ城は再び、その勇姿を砂漠に見せることとなり、そして夜が明けた。エドガーの出番は全くないな。そうか、魔王ザンデを倒したのは君たちだったのか。道理で強いわけだ。これからはもうクリスタルを守るために旅を続けるつもりなのだな。魔王が倒れたというにもかかわらず、魔物の数は減るどころか日に日に増すばかりだ。手遅れにならないうちに元凶を絶たねばなるまい。
そこでこれからは私も君たちに同行させてもらおう。ただここで待っているのは性に合わないのでな。さて行くとしようか。この城なら砂漠の地下を通って岩山の向こうに行くこともできるぞ。 OK。 エドガーが仲間になったけど、やはりエドガー様が考える通り他にも魔王に匹敵するかそれ以上の魔物がいるんでしょうな。うん、所詮はザンデなど勝ちのクリスタルの前座に過ぎない。でここもね多分武器屋とかがあるはずなんですよ。ここではエドガー様が使用する機械を販売しております。たっか破産する。エドガー使わない。金の針、手裏剣、ユーフィーは使いたいよな。こっちは何屋さんだ。普通の道具屋さんか。100円、こいつの100円だろどう考えても。大事に、売り上げだ。あの100円は売り上げ100号でパクってしまった。ここは宿屋か。お、タダで眠れる。やったね。で、このお姉ちゃんは？エドガー様は女性が好きでいらっしゃる。おばあさんから子供までどんな女の人でも口説くのよ。なるほどね。確かそんな設定だったな。じゃあとりあえずここでセーブをして、ちょっといつも忘れるんで音楽をもう変えちゃいましょう。何がいいかな。まだやってないやつ、そうだな、原点回帰ということで FF1 にしよう。 OK でセーブをして、というところで、今回は終了して、次回まあフィガロ城を浮上させて岩山の向こうに行きたいと思います。では今回はこれで終了します。